さあ最後にシャンボールナイト収まりました。スタートしました。ニューツーリズムが後ろからです。2コーナーをカーブして向こう上面へ。向こう上面には3つの障害、まずは千種へ向かっていきます。北高メビウス1番山のグリッターズ、2頭が並ぶようにして今ジャンプしました。その後は4馬身差シャンボールナイト3番手、そして8番のトライフォーリアルが4番手、2つ目の池垣を飛越。中段にはサイードが行って、あとマイネルグロン、ジューンベロシティは中段の後ろです。さあ前は3つ目の池垣を飛越、次々飛越、そして色ごとしがいて、外にはニューツーリズム、さらには6番の大シンクローバー、1周目の3コーナーをカーブ、あとは2番のフロールシュタットで、3番西野デイジー最高峰になっています。さあ1周目の3、4コーナー中間の池垣に向かいます。北高メビウスジャンプ、2番手にはシャンボールナイト、そして3番手が山のグリッターズ、あとは2馬身差サイード、そして外には8番トライフォーリアルで、1周目4コーナーをカーブ、スタンド前に入ってきます。スタンド前には4つの障害が待ち構えています。さあまずは水濠障害です。北高メビウス先頭で今ジャンプ、リードが2馬身、そして2番手にシャンボールナイトです。あと3番手は固まってマイネルグロン、内は1番山のグリッターズ、2つ目はグリーンウォール、飛越していきます。各馬飛越を終えて、さあ3つ目は今度は畜作障害、ジャンプしました。北高メビウス、シャンボールナイト2番手変わりません、マイネルグロンが3番手、内1番山のグリッターズ4番手で、今度は池垣を飛越しました。その後には差を詰めてきましたニューツーリズム、あとは8番のトライフォーリアルです。1コーナーをカーブしていきます。後方はサイド、色ごとしは中段の後ろ、その後ろにまだ控えています4番ジューンベロシティ、あとは大シンクローバー、後方から2投目西野デイジー、後方から2投目、最後方2番フロールシュタットで、さあ2周目に入りまして、再び向こう上面へと進んでいきます。逃げます5番の北高メビウス、リードが2馬身、2番手12番シャンボールナイト変わりません。そしてマイネルグロン、内に入って3番手チクサクをジャンプしました。4番手ニューツーリズム、色ごとしが前から5投目に上がってきています。さあ2つ目の池垣を今ジャンプしました。北高メビウス先頭です。2番手マイネルグロンが上がって、あとニューツーリズム仕掛けていきます。今3つ目の池垣を飛越しました。4番手シャンボールナイト、再び3コーナーを迎えます。あとはサイード、サイードがぐーんと上がっていくか、今3コーナーをカーブ、さらには一気に11番色ごとしも進出していきます。 3,4 コーナー中間の池垣に向かいます。西野デイジーも促して前に上がっていきます。 3,4 コーナー中間池垣をホッコンメビスジャンプしました。2番手にはニューツーリズム、そして内3番手が7番のマイネルグロンで、さあ芝コースの直線コースへ向かいます。北高メビウス先頭、リードが1馬身、ダートコースを横切ります。マイネルグロン並んでいく、さらにはニューツーリズム、芝コースに入りました。最後のハードル障害です。先頭は北高メビウスか、今タイミングを合わせてジャンプしました。北高メビウス、マイネルグロンが並んできた、あとは3馬身4馬身差、ニューツーリズム3番手交代、ようやく追い込んできた4番ジューンベロシティ、届くかどうか、 200m 通過した、先頭変わった、7番マイネルグロン、マイネルグロン先頭だ。2番手には懸命に北高メビウス粘っている、3番手はニューツーリズムも頑張っている、7番のマイネルグロンだ、ゴールイン。2番手北高メビウス、3番手ジューンベロシティ、上がれたか、内は9番ニューツーリズム。